あれ？岡部凛太郎、そこで何してんの？いや、わかっちゃった。今日宴会やるらしいからその準備でしょ。それを誰から聞いた？椎名真由里、さっき顔見せてぜひ来てねって言ってたよ。つうわけで私もお邪魔することに。ダメだ！もしかして私邪魔だった？いや、まあ私もラボメンにしてもらったとはいえ、所詮は部外者だしね。そうじゃなくてだな。んだよ岡部、うちのバイトも仲間に入れてやれ。おめえはこいつに借りがあるんだろ。こいつのへそのおかげでおめえらがビル揺らすのも一応許してやったんだからな。このバイト、なかなかいいへそだったぜ。腹回りがしっかり鍛えてあって、キュッと引き締まってたな。エロ親父、本人前にして語らないでよ。今日の宴会は中止だ。だからバイト選手よ、悪いが今日は帰ってくれ。中止なの？ああ、すまない。岡部、何をしてんのかともかく、いざとなったら無茶だけはすんなよ。え？真由里と喧嘩をしましてね、ちょっと参ってるんです。それだけですよ。あ、じゃあまずいんじゃない？だってほら、あそこに。あれ？喧嘩したんじゃないの？すごい笑顔だけど。ちょっと！どうしたのよ！駅に行く。
甘うな。とにかく走るのだ。なんで。いいから走ってくれ。現在山手線、京浜東北線、総武線すべて運転を見合わせております。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解のほど。岡部凛太郎だな。オカリン、この人たち知らない？一緒に来てもらう。抵抗するな、殺す。
せるんか。これだけ大勢の人がいる中で殺せるのか。冗談だと思わないか。マユリ、逃げるぞ。マユリ、お前の方が足が速いから。
お前だけでも逃げろ。はぐれたら袋の騎士魔人に行け。そこで動きは止めたわ。岡部くん、いえ、岡部銀太郎は確保。警察に連絡して、椎名真由里は死んだ。
たり前だ。マユリが死んだんだぞ。